福井県高等学校一覧は、福井県の高等学校一覧。県立高校と私立高校のみで、国立高校や市町村立高校はなく、吉田軍、今立軍、南条軍、三方軍、大井軍には、高校はない。全日制家程の存在しない、高等学校については、定時制は、高等学校、定時制通信制は、高等学校、 通信性定時性、通信性ともに存在する場合は、定時性表記で記載する。この地区では少子化により2015年に、オバマ水産高等学校を廃止した。残存2校の学科配置も変更され、若狭東高等学校は普通科を廃止し職業科のみとなった。この地区では少子化により2011年に、職業仮想合校の奥、星秋成高等学校を開校し、 従前の職業科高校であった2校を統合した。この地区では少子化により2020年度に越前市に産業総合校の竹尾工高等学校を設置し集約するほか、総合学科、理数科、定時制についての見直しを図られる。2022年3月末に丹南高校は最後の3年生が卒業し、廃校となる。 この地区では少子化により2020年度に越前市に産業総合校の竹尾商工高等学校を設置し集約するほか総合学科、理数科、定時制についての見直しを図る。この地区では少子化により2014年に職業化総合校の堺高等学校を開校し統合。2016年には従来より職業化のみの2校を廃止。 加えて三国高等学校と金津高等学校の職業化を廃止し、普通か単価とした。ありがとうございます。